1963年の西鉄ライオンズでは、1963年の西鉄ライオンズの動向をまとめる。この年の西鉄ライオンズは、中西太志選手権人監督の2年目のシーズンである。南海との最大14.5ゲーム差を逆転し、5年ぶり5度目のリーグ優勝を果たしたシーズンである。1962年オフ、1953年に、 入団以来10年活躍した、豊田康光内野手が、国鉄スワローズへ、金銭トレード、西鉄は、トレードマネーで、アメリカからトニーロイ内野手、ジム・バーマー内野手、ジョージ・ウィルソン外野手のトリオ外国人を入団させ、シリーズに臨んだ。だが、スタート当初は振るわず、6月には、首位、難に1 4 5ゲーム差をつけられ、オールスターゲーム前でも10.5ゲーム差だった。 だが8月から急激に上昇。そして10月17日に、南海の全日程が終了すると、西鉄は、残りの近鉄バファローズ戦4試合を、3勝1、引き分け以上の成績で、優勝。3勝1敗なら、南海と同率で、プレーオフ、2勝2敗以下なら南海の優勝となった。しかし西鉄は、近鉄戦4試合を全勝して、優勝。 1956年の7.5ゲーム差、1958年の11ゲーム差を上回る大逆転優勝となった。だが、この優勝は、西鉄ライオンズは、もとより、福岡時代のライオンズとしても、最後の優勝となった。同年の日本シリーズは、因年の読売ジャイアンツと5年ぶりの GL 決戦となったが、第7戦で、 エース稲尾和久が巨人打線に滅多打ちされると後を受けた当主陣も崩壊。最終的に4対18というダブルスコアで巨人に3勝4敗で敗れ1958年のリベンジを許した。ありがとうございます。